は振ると冷たくなるタオルで、ね、お湯で濡らして触ってもらって振るとすぐ冷たくなる。すごいでしょ。で2つ目、ゴムポンつるつる、ね、これはねお湯、やっぱりお湯だけで石鹸いらずでいくわよ。もうつるつるだけど、こするだけで優しくね、お肌がつるつるになっちゃう。背中とかお尻とか二の腕とかね、そういう仕事だね。で次がミルフィーユファイバー。これはねものすごくお水を吸う。お掃除するの大変でしょ、お水、うん、それがね一発でシューッと水が出るんです。ここにね、カンペがあるから、これをちょっと読んでみて。読める？皆様、夏は暑いですよね。はい、そうですね。そんな時は、冷たいタオルが欲しくなりませんか？完璧だ。いける、いける、もっと聞こえる。超いい感じ、超いい感じ。それを、そんな時に、これね、これをやるのよ。今ね、これ濡らすだけなの。今ね、ぬるま湯なの。ぬるま湯よ。よいしょ。これでちょっと触ってみてください。じゃあちょっと触ってみてください。ちょっと触ってみてください。ぬるい、うん、ぬるい。あ、ぬるいですね。でもね、これ絞るのもね、ちょっとやってください。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 触ってみて。わかれた。はい、いいリアクション。ほんとだ。うわ、冷たい。おい、冷たいでしょ。こんなに冷たくなるなんてびっくりだ。パパ、いけ。パパ、合格。ちょっとこれ持っててね。で、これ読んで、はい。皆様、夏は暑いですよね。暑い。そんな時は、冷たいタオルが欲しくなりませんか？あるある。そこで、私たちが、この名前は、ねねききチャンネル。それで分かる。私たち、私たちはねねききチャンネルが、ご紹介。ご紹介するのがはい、こちらこちらの時にパッと見せる。こちらって、こちらこちらこちら、こちら、そうそうそう、じゃじゃーん、見て見て、はい、名前は無限なクールなタオルです。はい、無限なクールなタオルです。OK。 、はい、このタオルは売るんだけで簡単に冷たくなるんです。うっさー、ミネちゃんがお湯につける。つける、つけて一生懸命絞る。一生懸命絞る。絞るのは誰か手伝ってもいい。 OK。 うん、じゃあ絞るの手伝おう。絞るのパパが OK。 結構思いっきり絞んないとあれなの。ビッシャビシャビシャ。そう、じゃあちょっと立って。はい、トントンって。 OK。 それでちょっと、はい、あったかいでしょ今。それをね、触ってもらうと。ちょっと触ってみて。ちょっと触ってください。はい。じゃあ、ぬるいですね。あー、ぬるいですね。おばちゃんにも、おばちゃんにも触らせて。お姉さん、あ、ぬるい。ぬるい。皆様、濡れただけで水に濡らす。
つでも、どこでも、うんうんだけで、OK なんです。すごいでしょ？すごいでしょ？すごいね。お値段さん500円です。レンジですぐそこですぐそこってね、指さすすぐそこで指さす OKタオルなんです。
厳しい。 OK、 いくよ。認定証。基準点5のあなたはデモカンソラマシ店において実演販売所の仕事を一生懸命やり遂げたことをここに称します。この経験を日常生活にも生かしてください。令和元年8月31日実演販売の店デモカンレジェンド松下、おめでとう。認定証。ネネチャンネル殿、あなたはデモカンソラマチ店において実演販売士の仕事を一生懸命やり遂げたことをご優勝します。この経験を日常生活にも生かしてください。令和元年8月31日実演販売のお店デモカンレジェンド松下、最高でした。ありがとうございます。